チェルシーに所属するイングランド代表 MF コール・パルマーが快挙を達成した。パルマーは5日に行われたプレミアリーグ第36節のウェストハム戦に先発出場を果たすと、0-0 で迎えた15分にこぼれ球に反応して左足を振り抜いて先制点を挙げ、5-0 での大勝に大きく貢献を果たした。ハイライト動画、チェルシー VS ウェストハム。この試合の得点により、パルマーは22歳の誕生日を迎える1日前に、今シーズンのリーグ戦31試合出場で21ゴール9アシストに到達。データサイト、オプタ、によると、21歳以下の選手がプレミアリーグの1シーズンで30得点以上に関与したのは、元イングランド代表 FW ロビー・ファウラー氏、1994-95&1995-96、同代表 FW クリス・サットン氏、1993-94、以来、史上3人目になったという。また、昨夏にマンチェスターシティからチェルシーに加入したパルマーは2000-1シーズンの元オランダ代表 FW ジミー・フロイド・ハッセルバインク氏以来、デビューシーズンでリーグ戦30得点以上に関与したチェルシーでは史上2人目の選手になった。さらに、パルマーはここまで本拠地、スタンフォード・ブリッジ、ではリーグ戦16ゴールを挙げており、2006年7月シーズンの元コートジボワール代表 FW ディディエ・ドログバ氏、2009-10シーズンの元イングランド代表 MF フランク・ランパード氏が記録したクラブ最多記録に並ぶことにも成功している。未消化試合も含めて今季は残り3戦となっているチェルシー。加入1年目ながら、結果を残し続けているパルマーがさらに得点に関与していけるかには注目が集まっている。